まあ、立ち上がりの入り方は非常に良くて、相手ごとにどんどん押し込んでね、前半の、まあ、何回かね危ないなとは思った場面もありましたけども、割と狙い通りに進んでたんですけども、後半ちょっと相手に、圧力かけられて、まあ、うん、こっちの狙い通り あの森岡にボールが入ったりだとか、もう少し中盤でボールを動かしながらっていうことが後半できるかなと思ったんですけど、割と相手のペースになってしまって、まあ、そんな中でもあのマジーニはね点取ってくれたんで、最後10分ぐらいは相手の交代で三島も入ってきたんで、国も久本入れて守りきればなというふうには思ったんですけども、ちょっと全体が最後は守備を意識しすぎて下がりすぎたかなという、その後攻撃に出るイメージが、ね、あまりなかったのでね、相手が本当に傘にかかって攻めましたと、まあ、ただ最後のシュートは素晴らしかったですし、相手の、ね、シュートは素晴らしかったですし、逆に、まあ、徳良がチャンスあってそれを、ね、きちんと決められてれば、突き放せたんですけどね、そういう本当微妙な最後のゴール前の精度で、まあ、残念ながら勝ち点3を奪えなかったですけども、なんとか勝ち点1は奪えて